はい、ナオズです。今回紹介するのはレゴシティのレゴシティの街角7641です。部品の袋は6つで、パーツは483個、シールシートが1枚で、説明書が2冊です。それでは組み立てていきます。はい、完成です。まずはミニフィグです。バス運転手、ビジネスマン、スケートボードショップの店員、ピザ屋さんの店員、そして少年の5体です。運転手のこの服あまり見かけないような気がします。この人はビジネスマンというよりも乗客のお兄さんって感じだと思います。手にレンチを持ってます。それっぽいです。この顔と髪型もあまり最近は見かけないような気がします。少年の顔と服、これもなかなか最近では見かけないと思います。でヘルメット外すと髪がついてます。赤い色してますね。また付属品としてスケートボードがついてます。模様はシールです。でここに少年を立たせることができます。こんな感じですね。走らせるとちょっとそれっぽいと思います。次にバスです。このバスかっこいいですよね。前に番号ついてますし、横には広告のロゴみたいなのもあるので、おそらく路線バスですね。で全長は約20センチ、横幅は
約6センチあります。フロント周り下のバンパーがかっこいいですよね。前にドンと突き出しててすごく力強い感じがします。でその上ライトついてるんですけど、その上のウィンカー灯のこの構造がなかなか珍しいと思います。今の車両ではなかなか見かけないような構造だと思います。扉はこっち側についてます。でただこの扉の片側の開き戸なんですよね。これ面白いですね、まあ、ただこのタイプの方が遊びやすいかもしれないです。とはいえこの扉から中に座らせるのはちょっと難しいです。なのでおなじみですけどルーフを取り外すことができます。この大きな部分と後ろのこのボコボコっとした部分、それから前のこの部分も取ることができます。はい、上から見るとこんな感じです。運転席があって乗客の座席が 1,2,3,4,5 席ありますね。で各座席は実はこうやって取り外すことができるので、自分の好きなところに付け替えることもできます。これ面白いですね。では試しに座らせてみましょう。まずは運転手を運転席に、それから後ろにどんどん座らせていきます。よいしょ。少年、そして店員さん、はい、座らせました。運転手も含めてこちらサイドに座ってる人は左手を、そしてこちらサイドに座ってる人は右手を少し上げないと座らせることはできません。で少年は足が動かないので立ってますね。横から見るとこうなります。この人は柱があるので、さらに上に手を上げておかないと座らせることができませんでした。で前から見るとこんな感じですね。ちょっとずらせばずらっと並んでるのが見えます。もちろんこの状態でルーフをよいしょ戻すことができます。ルーフを戻すと中はちょっと暗くなりますけど、顔はちゃんと確認することができます。で後ろはこんな感じになってます。テールランプのあたりがかっこいいと思います。そしてもちろん手転がしでスムーズに走らせることができます。続いて情景セットを見ていきましょう。全部で3つも入ってます。まずはバス停です。屋根付きのバス停ですね。他にもゴミ箱や花、そして消火栓や街灯、さらにバスの案内表示みたいなのもあるので、結構充実したバス停だと思います。で赤い部分はバスを待つためのベンチですね。ここにちゃんとミニフィグを座らせることができます。これいいですよね。なんか雰囲気ありますね。ということでバス停でバスを待ってたらバスがやってきたので、ドアを開けて中に入るという感じですね。まあ正直この2つだけでもかなり遊べると思います。続いてスケートボードショップです。一応スケートボードショップになってるんですけど、上りに自転車がついてますし、上の看板にも自転車がついてます。なので自転車屋さんもやってるみたいですね。ちなみに看板の隣なんですけど、監視カメラだと思います。ついてますね。あんまりなんかスケートボードショップに監視カメラっていうイメージが湧かないんですけど、ちゃんと動かすことができます。でお店の入り口部分に扉はありません。自転車が置いてありますけど、こうやって取り外して乗ることができます。お店の中はこんな感じです。手前に工具がありますね。で奥にはスケートボードが飾ってあって、ヘルメットやキャップが置いてあります。あと屋上部分、結構広いスペース余ってるので、ここはなんかいろいろ使えそうですね。そしてピザ屋さんです。この建物は一番昔のレゴって感じがする建物だと思います。2階建てになってて、一番上は屋根裏部屋です。1階部分ピッツァと入ってますね。で扉がここになります。開けることができます。その隣はフィックスになってます。はい、中はこんな感じです。赤い部分がレジカウンターですね。ピザが置いてありますし、この奥のこれですけど、実はちゃんとプリントが入ってます。それから奥にある白い箱、これピザ用のオーブンです。横についているレバーを上に上げると開けることができます。中にピザがあります。これを店員さんが持っているピザピールで こんな感じで出すことができます。ちょっとそれっぽいですね。
まあ、ただ正直すごく狭くて遊びにくいので、オーブン外で遊んだ方がいいかもしれません。実は上の部分をカパッと取り外すことができます。なので、まあ、こうすればだいぶ取り出しやすいかもしれないです。続いて2階です。2階にはテーブルと座席があります。なのでここで下で買ったピザを食べることができますね。同じテーブルセットが2つついてます。ちなみに2階の窓ですけど、3つともこうやって開けることができます。これいいですよね。そして屋根裏部屋です。トップライトと真ん中に窓があります。真ん中の窓はフィックスなので開けることはできないんですけど、両サイドのトップライトはこうやって開けることができます。で、内側は特に何もありません。高さもそれほどないので、このサイズのミニフィグを立たせることもできないです。ただ、さっきの2階部分と同じように取り外すことができます。これは嬉しいですね。このセットのパーツ数は483個です。以上、レゴシティのレゴシティの街角7641を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナウズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。